おはようございまーす。はい、というわけで、現在の時刻10時ちょっと前ということでね、寝たのはね2時ぐらいなんですけど、意外と早く起きれましたね。まあこっからもうちょっとゴロゴロして、ちょっとね洗濯物が溜まってきているということで、洗濯物をね干していこうかなと思います。じゃあ次の場面へ、バーはい、というわけで、気づいたらね11時15分になってました。いい加減起きてね、洗濯機の方を回していこうかなと思います。はい、どうも皆さんこんにちは、骨人間です。今挨拶でやったかも、もうやったか。今洗濯機回しています。多分音入ってると思うけど、でも時間がもう11時25分ということでね、もうお昼の時間ですよと。はい、まあ基本ね朝抜いてます、めんどくさいんで。てか抜いてるっていうかね、もう気づいたらお昼、もうお昼になってるからね、もう食べれませんね。お昼ご飯どうしよう、もち食を、もち食うわ。というわけでこちら、映ってない、映ってないよ、映ってない、あ映った、こちらもちですね、レンチンしてきました。いや休日はねもう着替える必要がないのでね、基本的にこの服装でいつも過ごしてますね。うん、まあっか、いつもはねYouTube とかね見ながら昼ご飯食べてるんだけど、動画撮ってる影響で見れんでも逆にいいよね、なんかやっぱスマホ しながらさご飯食べるのってあんま良くないじゃん。だから逆に動画撮ればちゃんと食に向き合えるっていうか、なんというか話すことがまとまらないし、おいしょ。いやーこのカフェオレ一番好きっす、マジで。やっぱ売り上げ10年連続ナンバーワンだもんね、やっぱさすがだよね、きな粉が甘すぎるからこっちの甘みを感じられんかった。てかさ、カフェオレとさカフェラテの違いってなんなん、ずっと思ってきたんだけど、何が違うんかな、ちょっと後で調べて、ちょっと書いといて、俺後で調べて、あの字幕で、きな粉餅、ごちそうさまでしたってことで、残ったきな粉なんですけども、まあラップして保存して、まあまた明日食べようかなと思います。でこっからなんですけど、暇なんですよね。どうしようかな、まあとりあえず洗濯機回し終わったら干して、生放送でもしようかなと思います。というわけで生放送の後まで移動。はい、ちょっとね、まだね生放送とかやってないんですけど、ちょっといい、今ね洗濯物、全部じゃね、洗濯物ね今ちょうどね終わってね、ちょっと今カゴに移したんですけど、ちょっと見てもらっていいですか。溜めすぎ、いやマジで重い溜めすぎだろっていうね。まあね、はい、干していきます。どこでしょう、ということでね、今生放送が終わりました。時刻は今3時ですね、午後3時。ここからね、編集の方をね進めていこうかなと思います。よっこらしょ、ということでね、編集がねただいま終わりました。あれですね、 Mac の動画かな、まあ多分この動画がね上がってる頃にはねもう先に Mac の動画上がってるので、よかったらそっちも見ていってください。というわけで今の時間なんですけども、5時39分ということで、夜ご飯を作っていこうかなと思います。まあ適当にあるもので頑張って作っていきます。晩ご飯ができたぞー。はい、というわけで今回は鍋ですね。この椎茸はね、気まぐれクック様のね、切り方を参考にさせていただいてます、ありがとうございます。でここにね見にくいけど卵があるじゃないですか。この卵をね、バチバチに沸騰した鍋の中にちょっと上から落とし入れたんですけど、その時にね、出てきてる蒸気でね俺の手がね、ハンジさんになりかけたんですけど、無事でした。
で、まあ、味の方はこれまるちゃんのねこれ使わせていただいてます。めちゃめちゃ美味しいです。ありがとうございます。でご飯の方は相変わらずですね。では、ね、早速いただきます。あごめん俺猫舌だからしばらく食えんわ。いやちょっとねさすがに冷めるまでの時間がね長すぎるんでキウイ切ってきました。もう冷めたかな。あうん、ギリいける。あすごいバカバカへへへ。うん、はい、はい。何俺このキウイ外れじゃね。昨日食べたやつはこんな酸っぱくなかった気がするんだけど。めっちゃしょっぱい。ごちそうさまでした。ってことで、現在6時35分、ってことなんで、まあいつも通り7時半からね生放送する予定ですので、まあそれまでね、しばらく、YouTube 見たりとかね、U-NEXT 見たりして時間潰していこうかなと思います。それでは生放送の後まで移動。バカすっぺえ。よいこらちょっと。はい、ってなわけで生放送が終了いたしました。こちらの動画です。こちらの動画、よかったら見に行ってください。で、現在の時刻が11時2.5分。ちょいとね、小腹が空きました。ということでね、よいしょ。はい、こちら麺作り、麺作りだった、ごめん。待って、これお湯大丈夫？ギリギリの、意外と、あーよかった、大丈夫だった。そしたらね、30秒ぐらい経ったらね、食べていこうかなと思います。よし、もういいかな。ってことで、これやだ。これさ、わかる？これこう、これやりたいんだけどさ、これでなんかピーってもらってバーン、バーン、プシャーンってなったら嫌じゃん。まあ、このまま入れるしかないか。待って、これあれだ、さすがにヤバかったかも。熱湯4分って書いてあったんだけど、まだ1分ぐらいしか経ってないです。ガッチガチかもしれんわ。ちょっと1本2本ぐらい。あ、カッチカチだ。ダメだ、待って、あれも別にいけるわ。今あれか、今ちょうど経ってちょうどいいぐらいになったから多分2分ぐらいがいいね。2分ぐらいが多分一番ちょうどいい。これもサムネ撮っといた方がいいか。待って、これどこまで映ってるか分かんねえ。まあいいや、全部映ってるってことにしとこう。あれだな、もうちょいカメラ上目の方がいい。上目のこの辺だな、この辺が一番いいわ。よし、いい感じじゃない。これ一番ちょうどいい。オッケーじゃない？いつもの視点に戻す。よし、これで多分戻ったよな。もうちょい上かな。ちょっと怖いな。わかんねえんだよ、さじ加減が。よし、もういい。これで俺の顔面見切れてたら iPhone のせいだ。あっ、ちょっと、あっ、うめえ。一応もう一回サムネ撮っとく。これはないな、この顔はないな、この顔はないだろ。あっちょ、あーでもうまい。カップ麺のスープってうまいっすよね。ごちそうさまでした。ってことで、現在の時刻が11時半ということで、まあ、こっからは暇な時間というか、もう寝る時間ですね。ってことでね、今回じゃねえや。これにてね、大学生 YouTuber の休日密着、終わりにしようかなと思います。いやー、普通の一日だった。本当に。はい、普通の一日でした。ということで、またね、定期的に一日密着をね、
していこうかなと思いますので、よかったらねチャンネル登録して待っててください。というわけでご視聴ありがとうございました。いや待て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 、いや、やらかしたなこれ。洗濯物入れてね。いや、まあ、いっか。明日やればいっか。うん、いいね。明日やれば。うん。バイバイ。おやすみ。